まあそういった中でとはいえ、結構その、いわゆるそういう高校中退してみたいなところからこう、うんまあ、SFC 受かるっていうのは、決して楽なことではない、なかなかこう大変なことなんじゃないかなっていうふうに思ったりするんだけど、うん、そこの部分って、うどうですかね、なんか自分の中でこう、あのー、その中でもこう、うん、自分がこう合格できた理由とかってなんかある合格できた理由ですか。 高卒認定だったけど、要は合格できた理由みたいなのは、その、諦めないっていうか、なんか、まあ、自分はそれこそなんか後がないみたいな状態だったんで、なんかもう、それしかないみたいな感じで、こう、うん、打ち込んでたっていうのが、やっぱ、でかいなっていうふうに思いますね。なるほどね。だから、なんかこう、その、それ、なんていうんだろう、要はもう本当にこれで受かんなかったら大学入試相当きついっていうふうな、 あのところが結構あってっていう風なところがまあそもそもあってっていう風なそういうところかなそうですねそう逆にまあだからこそなんか良かったっていうわけでよか、うん、まあそれが良かったかどうかは分かんないですけどなんかうん、うん、その要は栄養落ちたら一般があるみたいなそういうのがなくてもう栄養しかないみたいな感じだったんでなんかそのおかげで、うん、こうなんか打ち込めたっていうか。なるほどね。 AO のの資料を作るのにこう、うん、集中でできたたって感じです、うん、わかりましたなんかこう、その SFC の AO で、まあ、そのまず書類で通って、その後面接行ってって形だと思うんですけど、うちで見てると大体 SFC の AO で、まあ、平均的にやっぱり書類通るぐらいの子って300時間ぐらいかけてるんですよね。で、その、 本当に今まで短い時間で通ったなっていう子でも100時間ぐらいはその書類作るだけでかかってるんですけれどもなんかこうその自分なりにどれぐらい時間かかったかなとか概算でいいんだけれどもちょっと自分なりにこう記憶がある限りで教えてもらってもいいですかそうですね、まあ、私がなんか実際にそのもう書類を書き始めたのはそれこそその入塾してなんかすぐの5月でなんかその、うんうん 結局最終的に提出期限の8月31日まで結構なんかずっとやってたんで、あんまり何時間かっていうのはちょっと今パッと出せないんですけど、でもその5月の終わり頃から8月ぐらいまで、だからまあ 1,、うん、1>, 1、2、3、2、3ヶ月ぐらいはもうずっとその、栄養の処理、毎日なんか朝起きて、朝てか朝起きて、 まあ大体その、塾のその指導がある時間までには、うん、なんかその今日のタスクみたいな終わらせとくみたいな。だもう下手すると本当一1000時間ぐらいかけてる感じなんだ。 多分、まあまあ、結構ばらつきがあるんですけど、うん、まあそれでもやっぱり300時間はやっ,ぱやってたとは思いますね。なるほどね。だからそのそういう中で、まあ、AO でやっぱり不安なのって AO でそれもなおかつ SAC の AO だけにそれだけこう突っ込んで実際それで受かんなかったらどうしようみたいな話ってすごいあると思うんだよね。で、はい、そこの部分ってなんか自分なりにこういうふうに考えてたとか何かあります あまあ、さっきのなんか繰り返しになっちゃうんですけど、まあ、僕はもうほんと AO しかないみたいな感じで打ち込めたんですけど、うん、やっぱメ,<も>メンタルがやっぱ一番あると思います、ねうん